ツッコミは全くできない。ツッコミやってましたよ、僕。4年間ぐらい。やってた、やってた。はい。どうだった、その時は。いや、めっちゃ滑ってました。ただ、あの、すごいツッコミ開発してたんですよ、その時。え？あの、関西にはなんでやねんっていう奇跡のスーパーツッコミあるじゃないですか。スーパーツッコミあります。で、関東でなんでやねんみたいなのを作りたいと思って。あ、確かにないですよね。はい。なんでだよんっていうのをやってたんですよ、僕ずっと。なんですか？なんでだよん。なんでだよん。はい。はい、なんでだよんって言って、はい、で、あの相方がすごいポップなボケして、それにわっと笑ってもらえて、はい、そこで俺が、なんでだよん、ああ関東のなんでやねん言わせちゃったつってめっちゃ滑るんですよ。いやいや、それ余計なこと言うからよ、それは。そうなんですよ。で、俺思ってるのは、ケビンスに関しては、ミキ君が、はい、なんかもっとシュッとしていいんじゃないかと思うんですよ。あ、衣装とか。うん、そう。あ、そうですね、それはずっと。ちょっと、スーツ見てこれ、なんか、ダサいのよ。ダサくないよ。ダサいのよ。ちょっと違う、違う、違う。ちょっと、ちょっと。違う、違う、すぐ。これね、湿っただけジョニオさんなのよ。あーあー、これこれはジョニオさんかっこいいと思いますけど。なんか昭和感なのよ。なんか惜しいんだね。